どうも皆さん、マーシです。というわけでマーシがお送りします。パヌリ。さあ、というわけで今回で第3弾でございますね。今回はパステルパレットでございます。パスパレで最も私がルルルルルンときたイラストを紹介していこうと思います。それではご覧ください。どうぞ。まずは、ミャルヤマアヤちゃんでございます。ミャルヤマアヤちゃんね、まぁちょっとね、選ぶの悩んだんですけども、とりあえずやっぱこれは外せないよなっていうのが、この目指す理想のアイドルですよね。やっぱりね、あやちさってすごい尊いんですよね。もうガルパのカップリングでもやっぱここは外せないよなという二人なんですけども、もうこのイラストを見るだけでこの二人の関係性ってやっぱりわかると思うんですよね。もう見てて本当に微笑ましくなるので、まぁとりあえずここは外せないだろうと思って選ばさせていただきました。そしてこのあやおランタンもやっぱり外せないイラストかなと思いますね。まぁ非常にね、これもね、いいイラストですよね。ただこれはね、丸山あやちゃんのイラストっていうよりは、なんかパステルパレットのイラストっていう感じに近いかな。そしてやはり、水面を撫でての丸山あやちゃんですかね。やっぱり今年で一番衝撃を受けたイラストでしたね。まあ普通に水着っていうだけじゃなくて、単純にこのイラストってものすごい綺麗なんですよね。もうさすがね、雑誌の表紙を飾っただけあるなと思うんですけども、普通にね、これはね、イラストというかもう芸術品ですよね。続いて、氷川ひなちゃんでございます。ひなちゃんはね、割とすぐ選べたんですよ。まずはこちら、本気ゆらゆら。このイラストすごい好きでね。このひなちゃんの奔放さに振り回される丸山あやちゃんっていう、この構図がものすごい好きで、そういう意味ではこちらもそうですね。たった一人の私もそうですね。まあこちらも同じくね、ひなちゃんにこう振り回されてる丸山あやちゃんって同じような構図なんですけれども、まあこれ普通にあのひなちゃんらしさもね、非常に出ていてね。はい、このイラストもすごい好きです。そしてやっぱり天文部へようこそ。これは外せないでしょうね。やっぱりね、さよひなのね、イラストの中でもね、もう最高に素晴らしいイラストで、さよさんのバージョンもあるんですけども、個人的には特訓後はね、ひなちゃんの方が好きでね。はい、やっぱりここはね、ひなちゃんのイラストでは絶対に外せない一枚と言っていいでしょう。続いて、白崎千里先輩でございますね。ここはね、もうね、すごい迷いましたね。いいイラストが多くてね、まあ特に推しですし、まあちょっと悩んだんですけども、やはりまずこちら、心許せる仲間ですね。もうね、この千里先輩の笑顔が本当に素晴らしくてね、なんかこう、いいですよね、この雰囲気とかね。あと、千里先輩本当にこんだけ笑ってるイラストって実はあんまりなくてですね、はい、そういった意味ではちょっとね、珍しいイラストでもあります。そして、日だまりのひとときですね。もうこのイラストが本当に素晴らしいですよね。もうガルパでもね、有数のね、紙イラストだと自分は思ってて、マジでこのイラストのキャンパスアート出たら、俺3万円出してでも買いますからね。はい、もうそのぐらい美しいイラストです。そして最近出たばかりなんですけども、やっぱりこのカオちゃんがいるからもね、素晴らしいイラストですよね。本当にあの、ちさかおの始まりと言ってもいいイラストでございますから、やはりここはね、選ばざるを得ないだろうと思うとね、選ばさせていただきました。幼い頃のレオンくんもいるからね。そして今度はヤマトマヤちゃんでございます。マヤちゃんもね、割とすんなり選ぶことができて、まずはこちらですね、素顔の姿。本当にこれシンプルなんですけれども、そのシンプルがね、非常に良くて、特にこのイラストってどういう瞬間かっていうと、プロドラマーヤマトマヤが、まあ、アイドルヤマトマヤへ変わった瞬間でもあるんで、そういったところでもね、非常にね、思い出深いイラストでございます。そして、お宝発見でございますね。このイラストね、本当に好きでね。まあ、まやちゃんの本当に機材が大好きでね、この機材、ここが素晴らしいんですよって、こんな風に顔を輝かせながら喋ってるんですけど、実はそういったイラストって、このお宝発見でしかまだね、出てないんですよね。という意味では、その、まやちゃんの機材への愛がよく出ている、まあ、非常に素晴らしいイラストだなと思い、選ばさせていただきました。そして、これもね、外せないでしょう。理想と現実ですね。もう本当にね、このイラスト大好きでね、まあ、自分アイディアルのイベントもすごい好きっていうのもあるんですけども、やっぱりね、このマヤイブのこの笑顔、もう見てて本当にね、涙が出そうになりますね。最後は若宮イブだそうですね。イブちゃんもね、まあ迷いましたけども、まずは初めてのお餅つき、ここは外せないでしょうね。もうすごい様になってますもんね、もう。もう、餅つきのフォームを自分のものにしてますもんね。さらに今ね、その後ろにいる鶴巻心ちゃんも非常にね、可愛らしい。まあそういう意味でもね、一度で二度美味しいイラストでございます。そして私の武士道でございますね。イブちゃん結構こう、刀を持っているイラスト多いんですけども、まあその中でも特に様になっているというか、非常に綺麗なのはこの私の武士道でね。まあ、ガルパの中では数少ない本当にかっこいいなと思うイラストの一枚かなと思います。そして最後は思い描いたステージでございます。まあこれも若宮イブちゃんのイラストというよりはパステルパレットのイラストでございますよね。まあそれぞれね、思い描いた夢をもう今本当にこう目をね、輝かせながら見つめているそんな風にね、見える素晴らしいイラストでございます。
え、今日マヤちゃんが機材の準備してくれたの？いいのにそんなの、俺の仕事なんだから。マヤちゃんアイドルでした。にしてもすごいね、全部完璧だよ。さすがマヤちゃんだね。それと同時に俺のスタッフとしての自信もちょっとずつ薄れてんだよな。